ダグトさんがずっと勝ってる理由って、そういう多分、今日はですね、格付けっていうですね、僕が前に出た番組を、なんか居酒屋に行った、友達と一緒に見てたんですけど、僕の時はですね、何年か前に出たんですけど、思えば、たまたま僕、福岡に遊びに行ってて、ゴルフかなんかしてて、帰りに、ちょうど、ラジオ DJ の山田久志さんに誘われて、いやー、ガクトのライブやってんだけど行かないとかって言われて、そういえば、一回も行ったことないなと思って、じゃあ、行きましょうつって行ったんですよ。そしたら、多分ね、5時ぐらいに始まったんですけど、終わったのが、多分9時半ぐらい。その後、楽屋に挨拶に行ったら、10時過ぎちゃって、友達と、こう、待ち合わせしてた料理屋さんに2時間遅れるっていうことをやったんですけど、その時多分、ガクトさんは、ポーカーにハマってて、延々とポーカーの話を楽屋でし、最後、ゴルフ君さ、格付けって番組に一緒に出ようよ、って言われて、いや、僕、格付けって番組見たことなくて、おー、いいっすよ、いいっすよ、とかって、結構適当に返事をしてしまって、その後、何ヶ月かして、格付けって番組から出演以来出てるんで、多分ガクトさんのやつだよね、いいよいいよ、つって言ったら、すごい番組だってことを途中で知り、これもしかして俺、正解しなきゃいけないやつと思って出たんですよ。やばくて。これ出演者がペアを組んで出るんですけど、僕が出た回は、例えば中山美穂さん、ミポリンが出てて、瞬間でいなくなってて、不変政治かなんかと出てたと思うんですけど、あー久しぶりですとつって、そしたらもうバンバン間違えてファって消えちゃった。いやもうガクトさんのプレッシャーが半端なくて、俺もうどうしようかなと思って、一番最初の問題はワインで、これ多分ね、ラフィットかな、シャトーラフィットの多分1906とかなんか多分それぐらいのもう100年以上前の古いワインを飲んで、こう5000円ぐらいの現代の安いワインと比較してどっちがいいのかみたいな。僕それスタジオで残って飲ましてもらったんですけど、めちゃくちゃその1900年代のワインが、ラフィットがめっちゃうまくて、っていうかめちゃくちゃ元気で、いやこれしかもその5000円ぐらいのワインがいい感じの古いフランスワインのなんかちょっと気が抜けてる感じにすっごい似てるんですよ。うわーこれわかんねえわーって思いながら、その後ガクトさんに聞いたんですよ。お題も直前に知らされるんで、ストラディバリウスっていうバイオリン、めちゃくちゃ高いバイオリンと、なんかビオラとチェロの三重奏と、安いバイオリンの三重奏を当てるみたいなやつだったんですけど、まあその時に俺わかんないですよ、クラシックとか全然わかんないっすっつったら、堀井くんさ、あれだから、ストラディバリウスは音圧が違うからって言われて、ああ音圧ですかっつって、で目隠しして聞くんですけど、確かに片方の音圧めっちゃ高いんですよ。なんですけど、もう片方は演奏が明らかに音圧高い方はめっちゃ下手なんですよ。だけど音圧がない方は、あんまりない方はめっちゃうまいんですよ。めっちゃ迷って僕音圧低くてうまい方を選んじゃったんですよ。そしたら間違って帰ってきたガクトさんの目つきが、っていうか目合わせてくれないんですよ。ちょっと言い訳いっぱいしてたら、ちょっと黙ろうかって半切れで言われて、やべえこれちょっとやばいんじゃないのと思って、だけどまあ、つまり普段弾き慣れてない楽器を演奏して、あまりうまくこう弾けなかったんだろうなと。高いそのスタディバリウスとか普通の人弾けないんで、それをそういうことだったんだろうな。だから僕、ガクトさんがずっと勝ってる理由って、そういう多分もちろんその基礎的な素養もあるんだけど、それを元にしたメタ推理、まあ、つまりガチの推理っていうよりはメタで、いろんな情報とかいろんなものを多面的に判断しながら多分推理をしてんだろうなと思って、で次にガクトさんと僕どっちかが当たればいい問題って出て、それがトリュフだったんです。自然のトリュフと、その冷凍してるトリュフと冷凍してないやつと、ひじきに何かトリュフオイルとかトリュフ塩をかけてるやつ、この3つから選べた。いやそれぐらい俺だってわかるよと。そしたらこれ僕だけだ
そんなのかもしれないんだけど、ほんと1ミリ2ミリぐらいの超ちっちゃい粒が出てきて、こんな目隠した状態で、しかもこんなのわかんねえよと思って、だからちょっとでも香りがするものをトリュフだって選んじゃったら、それがトリュフオイルがかかってるひじきだって。もうその後ずっとツイッターでひじきえもんですよ、ひじきえもん。それはまあ学生さん当たったんでよかったんですけど、これもまあもの、やっぱメタ推理で、トリュフオイルとかの方が香り立つんですよ。だから有名なね、僕もたまに行くんですけど、麻布十番にトリュフを最後土鍋ご飯にすって出すのが名物のお店があるんですけど、もう某ミシュラン三つ星店ですよ。そこが元奥さんがそれを告発したんですけど、いやあそこはね、奥さんと喧嘩して、奥さんまあちょっと色々あって奥さんがちょっと粗相をやらかして別れちゃったんだけど、あのその時にもう最後っぺみたいに、あの店はトリュフオイルかけてるから、トリュフ塩を入れてるからみたいなことを週刊文春に告発して大騒ぎになったんですけど、まあ要はそれぐらい香りがすごい立つんで、結構使ってるとこ多いんですけど、なので学祖さんのメタ推理で言うと、一番香りが立ってるのがあの偽物のひじきだっていう風に当てなきゃいけない。なるほどなと。この人だからずっと、だからずっと勝ててるんだと思います。僕本当にガチでやってると。で僕最後のもう絶対これ一問も間違え、あの正解しないで帰るのやばいなと思って、まあ視聴者的にはね、僕が全部間違えるのいいと思うんですけど、そしたら最後盆栽だったんですよ。でその盆栽が、で盆栽はどうやってやらないんですかって言ったら、いやそうお題だよって言われて、ガクトさんでお題が雲海だったんですよ。お題がもう表してるから、その盆栽の形を、雲海だったら、だから雲海のような形の盆栽を選べばいいと。そしたら出てきたのが2つあって、しかもあれめちゃくちゃみんな近くで見れてると思うんだけど、スタジオと多分一番でっかいスタジオのスタジオとスタジオの端みたいな、めっちゃ向こうで全然見えないですよ。でそこにお菓子の盆栽と本物の盆栽があるんだけど、一つは確かにどっしりした雲海のようなやつだけど、めっちゃお菓子っぽい。でもう片方は明らかになんか枯山水みたいな、なんか本当に枯れ木になんかちょっとだけこう松がついてますみたいな、本当に本物っぽい人間国宝が作りましたみたいなやつなんですよ。いやだけどこれは雲海って言ってたよな、雲海って言ってたよな、でもお菓子にしか見えないんだけどと思って、もう一生懸命超遠くにあるやつを凝視してたら、一本だけ松の枝が折れてたんですよ。あ、これもしかして本物かと思ったんですよ。お菓子のやつだったらこんな粗相しないだろうなと思って、僕そっちをファイナルアンサーで選びました。当たりました、よかったです。あのゴザとか消えるとかにならなくて、マジでブチ切れそう、売られそうになっちゃってたんで、というのが僕の格付け体験記でございました。